おはようございます。冷蔵庫置いときいの出せるで。なんえ冷蔵庫、うん、もうこれもう済んだ話や半分で済んでたね。えいやええってほんま半分で済んでるよ。証明代も全部込みやろ。うん半分で済んでるよ。やるで言うてんのに。やっともとで言うから。いやもうなんかもうなんかだ大変やなんやねんそのなんかって。いやあなたの体にもしもなんかな重たい重たい腰また言わすとかな。いやいや大丈夫やろそれは出してみやあれしょっちゅう。いやいやせやと早かったで。いやいやだからそれは黒木でほんまもうえっでもこうまた出せねやろ。それはもう全部ここになんかこう貼って、うん、もうやってたわ。置いといてなって言ってそれで言ってるよ。もうええそんな話じゃないやろすごいなそういうとこあるよな。いやいや、おいしいでやるのに言うてんのにやな。いやでも焦るやんこっちも。一週間ほっとってやろ。しゃあないやそのその前に言うてきゃよかったよ。いやそのなその後何掘り込むねんなやろ。いやそうそれ中古屋の事情って知ってるから。あ中古屋わかん言うてんね怖い言うね。どうすんねん中古屋持ってきてやな二日で壊れたらまたやらなあかんで。壊れへんって。壊れんねんって言うてたもん。いやそれはそいつが言うてんやろ。え言うてたもん。ええのにやれた兄ちゃんが言うてんねやろ。そりゃ壊れますよ。そやろそりゃ言うやんか。いやで俺も言うてん、うん、そりゃすぐ壊れるもんちゃうやろ。そうちゃうちゃう、うん、実は先月ねってくるけな中古掘り込んだんですよ、うん、2日で壊れたんですよ。どこやねんそれ。えそれどこやねん。ここで言えるかそんなこと。聞きに行ったのか言わなあかんほんまか。どこか聞きに行こうか言わなあかんや。言えるかそんなもん聞いたけどな壊れへんって。壊れたんやねん。じゃあ壊れた時にちゃんと保証がある中古屋を行ったらええねんやんか。そう言うたんやそれも言うたんかい。言うたんや日本橋になっておうおうおう見に行ってなけんかおうおうおうなほんであるからそうあるんちゃうんだよ。その保証も定かやないですよっていうけどどういうこっちゃ、うん、ほんならあれ物を買えるんじゃなくて修理する保証とかがあんねんな、うん、ほんならその修理にまた1週間かかりますよ。わかる。かかれへんって。いや言うてたやろ兄ちゃんが兄ちゃんがどの兄ちゃんやねんな。言えるかこうですのもん。いやいやだから知り合いのとこでなんぼでもあるやん中古出してるとことか。あかんこと次持ってきてくれへんまた、うん、あかんことがまずないやん。ちゃんとあの向こうで試しして持ってきはるから基本はね。言うてはったんはな、うん、持ってくる道場に精密機械冷蔵庫で持ってくるときの振動で、うん、おかしになるとか言おったんや。それは新品でも一緒やんそれやったら。とこかな、うん、新品を持ってきたやん一応な、うん、ほら持ってくるのがプロやからトラックも違うんですいいよいいよなそいつな言うからほんまかって言ったらほんまですと、うん、ほら普通中古屋さん軽トラで運ぶでしょって。あそうなん軽トラのクッションが悪いからその振動で精密機がおかしになるときあるんですと。ほな店の中では普通に機能書店を持って入れた瞬間に使えへんこともあったの、うん、言うわけよ、うん、それはな何百回か何千回かなったらそのうちの1回ぐらいは、うん、何千何百度ある中の1回ぐらいはそういうことがあったのかもしれないけど言うてたよ。何万分の1とか当てなかんねんでそれ。いやでも言うてたもんほんで君何年やってんねんこの会社と。おーおーおー若い子やねん。いやもう4年ですと。うもう4年間で何回やってんやから。そうやそうやそこや聞いて。ういやまあまあありましたよって。うまいこと言われたな。でまあまあってどういうことって聞くやん、うんうんうん、いやだから先月ですとまたその話うまいやんうまいねやうまいよ芸人だったやんじゃないですか。いや真面目そうなやっちゃねんでこいつは目見たら悪いやな、うん、嘘をつく使えへんと嘘つかへんねんや思たんやほんで君ほな信用するよって言うてほんでまあお願いして偉いやつ信用してもたなしゃあないなでもそいつのせいで制度いうかローン通らんかったからなそやろ、うん、そのローンも3つあったら通りますよってそれ言えへんかったでも言うたよ。そやろ自分のところの会社のやつと他2つありますとまたある会社のやつね3つも出してくるわけやろローン会社は。書いたかなこう一生懸命ね老害やから見えへんねん、うん、ちっちゃいの頑張って書いたんやろな3つまた通りますよって向こう言いよるやろ。言うたよ通れへんかったやろ落ちた。それで嘘ついとるやんそこなんでやねんそれ。いやいや通れへんかったかな通りますよ言うたやつが。しゃあない結果もんやいやそれしゃあないやな。だから怖いな過去の何かがバレたのかなとかな。ああ病院で金払えへんかったやつな。いらんこと言うたよ
いらんこと言うな。あれは春田。春田やね。それやわ。病院代はな、まあ、まあ昔の話、もう時効なんじゃ、もう10年以上前やったら。時効なんかあるんか、そんな。あるんじゃ。あるか。いや、だからあの病院も行かれへん。その前にも一回あって。行った逮捕やもんな、そこな。逮捕やねん。そういう病院やんか。違うわ。あそこそういう病院ちゃうかったか。ちゃうわ、そこちゃうで。その前やで。え、そこも払ってんやろ。払ってるわ。そこも払ったん。お前、ほか払ってるわ、ちゃんと。嘘やん。払ってなかったら行かれへんやろ、今。いや、払ってへんやろ。払ってるよ、ちゃんと。そんなこと言えないやろ。なんか、じゃあ、なんか偉そうに俺怒られてるけど、それで普通やろ、払うのは。だから払うたいんどれ。あ、そう。だから払ってへん、その前や、言うてん。その前は、あそこの病院ちゃうの。ちゃうがな、あんた来たかな、見舞いに来てパチンコ行ったやろ。もう行った行った。あっこや。あそこや。なそこやったらええの。何や、行かれへんだから。あ、そう。多分つけ残ってる。むちゃくちゃや。それがあるからローン取れんだじゃん。関係あんのかな。それは分かってるやろ。そや、そんな病院そんな言わんやろ。言うやろ。こいつあかんでって言われてるやろ。もう多分他行かれへんのじゃん。あいつ金払えへんでって電話待ってると思うで。そんなことないわ。そんなことないな。いや、そりゃそうなってるやろ。やっぱり病院もつながりは今だからパソコンとかネットでつながってるから。いや、もう今ちゃんと払ってるからええねん。ちゃんと。なんでわし怒られてんねん、そんな。怒られてへんわ、別に。わからんわ。いや、あの、ちゃんと病院代は払いましょう。ちゃんと毎回検査の時も払ってますし。で、大した冷蔵庫買う時は中古で行きましょう。いや、怖いよ。